NGC5584 は直径5万光年以上の渦巻き銀河である。乙女座の方角に地球から約7200万光年離れた場所にある。ハッブル宇宙望遠鏡による画像では明るい青い若い構星が NGC5584 の美しい腕部分を形成し薄く暗いゴミが古い構星が集まる黄色い核から流れ出ている。また、 銀河の背景には画像全体に赤みがかった点が分布する。銀河の無数の恒星の中にはケフェウス型変更星や最近のイヤ型超新星もある。ケフェウス型変更星やイヤ型超新星は宇宙の膨張速度を測定するための信頼性の高い距離橋語として用いられる。NGC5584 は天文学者が 宇宙の膨張速度を測定するために用いている八つの銀河のうちの一つである。この八つの銀河の中で、ケフェウス型変更性が600個以上発見されているが、そのうちの250個が NGC5584 にある。ケフェウス型変更性は、その固有高度に、ほぼ比例した速度で脈動しており、比較的近くの銀河までの距離を測る、理想的な物差しとなる。 イヤ型超新星は同じ明るさで爆発し、その高度は比較的遠い距離からでも十分観測できるほどの明るさを持つ。ケフェウス型変更性を含む近い銀河でイヤ型超新星が見つかると、両方の間の明るさを比較することができる。その情報によって遠くの銀河のイヤ型超新星の高度を補正し、地球からの距離を計算することができる。 近くと遠くの銀河の正確な位置が分かれば宇宙の膨張速度の値を決定することができる。画像は2010年1月から4月の間にハップル宇宙望遠鏡のワイドフィールドカメラ3で撮影された何枚かの合成画像である。ありがとうございます。